どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになっちゃいますよということで、日々簡単レッスン公開しております。今日も始めていきますよ。今日の課題曲は今 NHK 連続朝ドラで話題騒然ブギウギの中でですね、歌われるようになったということで、こちらの曲ドン東京ブギウギ、笠置シヅ子さんのこの名曲中のノリノリソングやっていこうと思います。この曲はですね、その朝ドラの中で取り入れられるということで、今 YouTube にもね、その映像が上がっているんですけれどもですね、すごいいいムード満載なんですよね。はい、これはですね、昭和のヴィンテージソングなんだけど、今聞くともう、なんていうの、もう斬新で、かっこよくて、真新しいものにも感じてしまうということで、張り切ってやっていきましょうと思うんですけど、この曲ですね、有名な曲ですから、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げてます。2017年なんてもう、すげえ前ですよね。もう今が7、8、9、10、11、12、13、14だから、もう8年とか7年前にやってんですよ。いやいやいや、そこで今回は2024年版最新アレンジ、超かっこいいことになってますからですね。楽しんでいきましょう。さあ、本日は G ラボの、ガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレ使って、レッスンをしていこうと思うんですけど、こっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね。Amazon で初めてウクレレ、ちょっと検索してみてください。さあ、それでね、ポップアップショップがオープン。はい。2月の17、18日に長野県松本市で、G ラボの、すべてのラインナップのウクレレの試奏ができます。あと、島原楽器松本店別注オーダーのスペシャルウクレレもそこに登場するということで、この2日間、ぜひ足をお運びください。さあ、レッスン始めていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンの東京ブギウギ。やっちゃいましょう。これね、なかなか渋いコードがいっぱい出てくるんです。簡単コードでまとめてます。コードはね、6個です。嬉しい。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、イントロもやってます。このイントロがですね、結構すごくいろんな要素が複雑に入ってくるのと、あと歌の中のリズムもですね、結構こだわったかっこいいバージョンになってますよ。これはかなりね、ハイパー改訂版というにふさわしい感じになっております。はい。お楽しみにしておいてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっと勉強していただくだけで、これからの人生自分の好きな曲どんどん自分でプレイできる素晴らしい時間が手に入ります。ぜひ始めてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。東京ブギウギ、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 東京ブギウギ、リズムウキウキ、心つきづきワクワク、海を渡り このノリノリソングガズレレシンプル簡単バージョンやってみました。これいいですね。ゆっくりでもノリが出せます。で、コードは見てもらったらわかるけど、入門コード6個ということで、かなりね、弾きやすくアレンジできたと思うんですけど、歌のね、結構畳みかけてきますから、声が。歌のタイミングがですね、ブギウギ、リズムウキウキ、心ズキズキ、ワクワク、もうね、どん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 言葉が、こう、押し寄せてきますからね、その勢いをこう表現していきましょうということです。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、主にね、1番をフルにやって、最後エンディング、ブギウギ、大きな歌のところを、取り入れたぞということでございます。これ、フルコーラスやると結構ね、まあ、倍以上あるんで結構長いんですけど、このね、まず長さで、じっくりここの、パートをやってみてください。で、フルコーラスチャレンジしたい方。
今の1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えると、まあまあフルコーラスでできるという可能性がありますので、まずはこのガズレレバージョンで練習してもらって、慣れてきたらフルコーラスにもちょっとトライしてみていただくのはいいんですけど、まずシンプル簡単バージョン、ガズさんの練習レッスン動画に合わせて始めてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでね一緒に合わせてもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら素晴らしいと思います。コードは簡単だけれども、さっきも言ったように歌がですねもうどんどん畳みかけてきてね、このメロディーとかムードもなかなかこれはね簡単ではないですよ。そこ楽しんでくださいね。はい、でじゃあガズさんの簡単バージョンと一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうから、まずは楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習してですね、いずれ覚えちゃって、これをねもう夕日に向かって、朝日に向かって、月に向かって、夜月に向かって歌うって最高だと思うんですけど、でも楽譜って一体どこにあんだよということだと思いますが、安心してください。今のね演奏はですね、はい、ガズさんの手書きノートに、書いております。これを見て今ガズは演奏していきましたということなんですけど、はい、すごいいっぱい書いて、言葉が結構詰まってますよ。はい、いろいろ書いてあるんですけど、これもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってことでシェアしようと思うんですけれども、今とってもいいサービス始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。東京ブギウギです。2024年改訂版です。笠置シヅ子さんの名曲、はい、朝ドラブギウギでかかってるぞ、盛り上がってます今。はい、でちょっとここ見てもらいたいんですけど、このイントロはかっこいいバージョンだけやります。これねかなりね面白い構成になってるっていうのと、いろいろ要素がすごい詰まってて、かっこいいバージョンでここ完全解説していこうと思います。はい、でここまでやって、ここから東京ブギウギっていう風に入っていくよということで、シンプル簡単バージョンはもうこっからいきなり歌から始まっていったということなんですね。まず一応ね、メモるだけメモっていただきたいなということで、こういうふうに A、B ということで、イントロから A、B ということで映しておくんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートのね、デジタルデータダウンロード、お手元にダウンロードしてもらえるの、めちゃくちゃ有効ですからね。ガズのノートの特徴をお伝えすると、見てください。この言葉の上に点が書いてあったね、これね。これリズムがわかるんです。東京、ブーギーウギ、リズム、ウキウキ、心、ズキズキね。こういうのがわかる。これがめちゃくちゃね、ヒントになるんですね。あと、ワンブロックに対してのこの言葉の位置関係とか、歌詞カードには載ってない、こう伸ばすところ。これがめちゃくちゃヒントになるんですよ。もう、すごいね、情報がたっぷり詰まったこのガズの手書きノート。ぜひね、ガズクラブに入ってご活用いただくのもいいと思います。ここにこうやって書いてあるの、かっこいいバージョンで、ここリズムちょっと変わってんですよね。こことかもいろいろ書いてあるでしょ。これね、毎回ね、いろいろ入ってきて、なかなかかっこいいバージョンはすごいことになってるんですけど、シンプル簡単バージョンはね、シンプルにやっていきました。ということでございますが。はい。こんな感じで一時停止で書いていってください。ちなみにイントロだけのワンブロックちっちゃいですからね、ちょっと場所節約のために、はい、
はい、そこだけご確認いただいて、ここから歌からは普通の、大きさになってますから。いいですか？まずは、イントロから AB、一時停止。ほい。いいかな？じゃあ、ここから C メロ、D メロという感じにしました。なんかね、どこがサビとかもうね、全部サビみたいな曲なんですよ、これもね。はい。いいですか？ここも印象的な、決めがかっこいいバージョンでは入ってきます。かっこいいバージョンではかなりね、説明がね、深いですよ、今日は。はい。で、本来はここから2番に行くんですけど、もうここで、もう最後のブギウギーよ、大きな歌に入っていきます。エンディングですね。ラスト。そして終わっていくよということなんですけど、かっこいいバージョンをね、ここでフレーズを入れたりですね、こっちのイントロの最後のところでもフレーズ入れたり、結構こだわりますよ。はい。はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠しておきます。シンプル簡単バージョンいってきます。C、C7、F、D7、G7、Em7 の入門コード6個でございます。今映ってるコードはこれ、安心のガズレレではもう超入門コードとしてカテゴライズされてるやつなんでご安心です。はい、このガズレレ必須コード。これ何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つめちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、これやっぱりね、歌の雰囲気がやっぱりこのブギの歌もブギウギしてないとですよ。東京ブギウギリズムウキウキ、なんかこのブギウギな感じで歌ってください。このリズム感が大事になります。この歌にもね、ビートがあるんですよ。はい。海を渡り、響くは、どこをブギウギ。リズム跳ねてますから、この辺もね、しっかり掴んでください。歌は跳ねてリズミカルに。これが大事。これがブギウギでございます。はい。はい、じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。コード1個追加。F7。この F7 はね、正式なウクレレの F7 よりちょっとね、ガズレレオリジナルの簡単アレンジになってますんで、安心してください。まず押さえるの。F を押さえといて、3弦の3フレットです。これだけ。これ簡単でしょ？イントロで出てきます。はい。F を押さえておいて3弦の3フレット。本当は、正確にもここに1弦の3フレットも足すのが F7 だと言われてますけど、この3弦の3フレットだけで十分ですから。これで大丈夫です。はい。これでガズレレでは F7 再現していこうと思います。イントロで出てきます。はい。あとは、コードは同じでございますから、今回リズムがね、結構ガッチリ来てますからね。今日は出てくるリズムは基本的には8ビートのチャでカッティングですね。あと、跳ねてるリズム、シャッフルです。チャッカチャッカチャッカチャッ、跳ねてないとブギウギですから、この曲は。もうドゥンカドゥンカドゥンカって跳ねてるんですよ。これがポイントになります。まあ、ひとまずは8ビートのチャとカッティングのリズムの弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、URL の先にですね、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、それを見てじっくり、勉強してもらいたいんですけど、今日はですね、まず基本ちょっと練習しましょう。C で、8ビートのチャで、跳ねたリズム、シャッフルっていうのをまず練習してみましょう。普通の8ビートのチャ、こうです。ダンチャタンタチャカタンタタタチャ。これが普通の8。じゃあ、跳ねた8ビートのチャ、ね、シャッフルのリズムっていうのはどうやってやるかというと、こんな感じ。パッ、トゥ、トゥ、ボー。これが跳ねたリズム、シャッフルでございます。これで、ブギウギよ、きの歌、こんな感じになる。軽やかでしょ。これがブギウギを高めますということで。跳ねたリズム、シャッフルでやる8ビートのチャ。これで全体は進んでまいりますということです。はい、そしてですね、まぁ、あ、どんどんね、今日はね、なかなかかっこいいバージョン濃厚なんで、短いアレンジですけど、すげえ詰まってますから。どんどん行きましょう。イントロから行きます。まずね、どんどんやっていきますね。最初、ワン、ツー、スリー、フォー。デレデデデデレデデレデレデデデまずここが最初のところでございますけど、CCCG7 で決めです。もう一回いくよ。デレデデンデデレデデンデデレデデンデデレンデ F から C 行って CC ツッタン、アップで G7 ダンダンダツッタン。はい、ここがまず第一フェーズですね。で、次のフレーズイントロのフレーズ2なんですけど、次がですね、C を押さえたまま2弦の3フレットを押す、こういうちょっと不思議な響きのコードを使いたいと思います。はい、いいこうね、響き、こういうことですね。はい。で、次のフレーズは最初にチャを弾いてツッタダンダダン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 ダダダーンなんです。
これちょっと特徴的なフレーズなんですけど、こういう雰囲気です。ちょっとね、最初からやります。せーの。デレデデンデ、デレデデンデ、デレデデンデ。ここが前半でございます。それで今のところやったら、今分かった？2弦の1弦の3フレットと2弦の3フレット同時に押さえて、最初のチャブ弾いて、チッタダンダダンダンダンダダンダダダーンなんですよ。はい、伸ばした後にダンダンダンダラダダン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 ってイントロのメロディーに入っていきます。じゃあそのメロディーからいきます。デンデンデンデルデンデンデンデデルデンデンデンデデルデン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 で止める。でん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 でってってパラダーン。なかなか畳みかけてきますよこれは。はい。じゃあデレデレデレのその C と F7 のところからいきます。せーの、はい。デレデレデレデデって止まります。デレデレデレ、ここあとシンコペーションマーク前に食い込んでます。アップで C3 回ってってってパラダーンなんですね。もう一回デレンデレンデレンで止まる。デデンデデンデデンアッアッアッダダンダン。はい、すごいでしょ。その後今回これが目玉です。4弦の025、これが東京になります。すごいアレンジ考えちゃう。イントロだけでもうね鼻血出そうなぐらいなやつですけど、ちょっとイントロ全部通してやってみます。ゆっくりめ、ワン、ツー、スリー、フォー。デレデデンデ、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 デンデデンダン。パパンパパン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 。ララ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 ンデレレレンデ、デンデレレレンデ、デレデンデレレン、デレレレンデレンデレンデ。止まる。デデンデデンデデンデ。4弦の025、これが一瞬にして入れられるか。ここ、だからダダダンドンランダン、これ結構脳トレですよ。はい、ちょっと後半からいこうかね。デンデンデンデルデン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 な感じになります。すごいでしょ。トライしてみてください。でそこから歌が始まります。ここからはね8ビートのチャなんですけど、ぶっちゃけ毎回毎回キメが入ってきます。やってみましょう。東京ブギウギリズムウキウキ心ズキココクワクツッタ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 、はい、ツッタ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 、ちょっとスカっぽい感じですけど、チャッターチャカッティングなしでいいと思います。ここツッタ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 、これでいきますね。心ズキズキワクワクチッ、で次、海を渡り日々東京ブ、ここダダンダン、今のはね東京ブギウギ、はい、東京ブギウギの後最初チャです。チャで2321弦の232です。 G7 押さえたまま1弦の232、小指で2弦の3、はい、これ G7 サスポーっていうコードですけど、まああえて1弦の232って表現しました。もう一回、海を渡り日々は東京オブギ、かっこいいでしょ。東京オブギ、はい、はい、でですね、この次がですね、今回かなりね、かっちょいリズムです。ブギーの踊りは世界の踊り。ここちょっとノリを変えます。すげえかっこいいですよ。今の東京ブギウギから行きましょう。東京ブギウギ、ブギーの踊りは世界の踊り、二人の夢のあの歌。かっこいい。これが、ツッタッツタチャッカタッチッタダダカツッタツクタッツクタッツタダダ。かっこいいでしょ、これ。これはもう覚えてもらうしかないですね。このフレーズかっこいいですよ。ちょっとゆっくりやりますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ツッタッツタチッカタッチッタダチッカツッタツクタツクタツクタガダガ。こんな感じです。ブギーの踊りは世界の踊り。二人の夢歩いたタッツタダガダガ。やばいでしょ、これかっこよくて。ここで可能であればカッティングを入れたい。
見ててください。スッタッ、ここでカッティング入れてる。スッタッ、スターチ、スタッ、スターチ、スタッ、スタッ、止まってるでしょ。はい。ちょっと、ここはもう何回も練習するしかないね。何回かちょっとゆっくりめでやってみましょう。カッティング入りの8ビートルジャンのちょっと面白い裏で拍が入ってくるフレーズ。ワン、ツー、スリー、フォー。チャパツ、チャパチャカパツ、チャパダチカツ。これね、覚えてもらうしかないね。これ何回もちょっと見てやってみてください。ちょっともう一回最後に、そこのところ、東京ブギウギからいきましょう。せーの、東京ブギウギ。右の踊りは世界の音って、二人の夢のある歌。だがだが、はい。いやー、これかっこいいんですよ。これ、同じパターンでまた出てきますから、後でね。はい。で、口笛吹こう。恋とブギーのメロディダガダガで止まります。ブギーのメロディダガダガ、はい。この次、もゆる心の歌、甘い恋の、ここツタータ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 、これ決めですね。これはやりますよ。もゆる心の歌、甘い恋の、ここでも簡単だよ。チャッタータチャッタータチャッタータチャッタ、最初にチャー始まってツタータツタータっていうの結構多いですね、この曲。ここが一番ね、すごくかっこよく分かりやすい決めですね。もゆる心からいきましょう。ワン、ツー、スリー。もゆる心の歌、甘い恋の歌声に、ここから普通ね、君と踊ろうよ、こんな風に流れていきます。だからこのブギの踊り輪からこのもゆる心、この辺がね、詰まってますよということですね。で、その続きいきますよ。君と踊ろうよ、今宵も月の下止まる。東京ブギウキ、リズムウキウキ、心ズキズキワクワク。さっきと一緒。ツタツタツクタツタンダツカツカツクタンツカダンツッカダガダガ、全く一緒で歌詞が変わりますからね。ここまた出てくるんですよ、このリズム。このノリが変わるところがめっぽうかっこいいんですよ。これがブギウギっぽいノリをね、高めてくれる。だからリズムがキープされてないと元も子もないですからね。その同じこのテンポの中でいろんなリズムでこう盛り上げていく、こんな感じなんですよ。これがかっこいい。はい。で、その後、世紀の歌、心のここ、東京ブギウギ、ここカッティングで G7 だった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 ですね。これ203連みたいな感じ貯めるといいですね。東京ブギウギヘイですね。これだった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 し、かっこいい。ここはビッチビチに決めたいですね。カッティング左手で毎回止める。ヘイ、はい。でラスト、ブギウギ陽気な歌、東京ブギウギ、ここは簡単、ブギウギ世紀の歌、ここの後、こっから最後ラストに結構てんこ盛りがきます。歌え踊れよブギウギやってみます。せーの、三、はい。歌え踊れよブギウギ、かっこいいでしょ。まずこれ、歌え踊れよの G7 はチッタダダチャッタダダです。歌え踊れよダンダダンダ、これダンダダンダは4弦の0245です。瞬間弦、ツッタダダツッタダダダンダダンダ、 C で終わる。この4弦の0245のフレーズ、これはねいいよ。これちょっともう一回、ブギウギ世紀の歌から。ブギウギ世紀の歌、歌え踊れよブギウギ、今のちょっと早かったけどゆっくりでもいいかもしれない。ブギウギ歌え踊れよブギウギイエーイみたいな感じ。はい。この一つの弦だけ鳴らすっていうのは結構難しいんですよ。だから人差し指とかでタンタタンタンでもいいし、全部弾きながら1弦から3弦をミュートしといてみたいな感じでちょっと鳴っちゃってもいいと思いますけど、とにかくデンデデンデンやりたいでしょ、これ。これやってください。だって、4弦のフレーズが、だから、イントロの、東京、このフレーズと、ダンダダンダン、
最後に出てくるということです。イントロの東京ブギウギもね、さっき練習したけど、あそこも、あのタイミングで入れるのはなかなかすごいことだなと思います。というわけでですね、まあ、なかなかのね、かっこいいバージョンはボリュームたっぷりっていうか、もう、毎回毎回ワンフレーズごと何かがやってくるという凄まじいことになってますけど、だからこそこのね、なんつうのかな、このブギウギのね、なんか、ドカスカ感っていうか、なんつ、賑やかしい感じが出ると思うんですよね。で、忘れちゃいけない、リズム跳ねっぱなしですからね、この、ダン、ダス、デタッカ、ダン、跳ねた感じをずっとキープさせる。でその中でツッタンダツッタンダとかいろんなリズムのアクセントが変わったりするところが素晴らしい。ちょっとやっぱジャズっぽい要素がすごいありますね。やっぱリズムのところもね、跳ねたスイングですね。だからシャッフルのビートっていうよりはスイングって言った方がかっこいいかもしれない。このスイングビートの中で気持ちよくこうドライブしていく感じがこの東京ブギウギをかっこよく聞かせるポイントかな。まあ、自分自身がやっぱりノリノリで体ごとこうリズムを生み出す。いつも言ってますけど、この手でね、リズムは生まれるんじゃないの。体かの中身からこの跳ねたリズムっていうのが生まれてくるわけだから、体で乗ってくださいね。東京ブギウギ、リズムウキウキ、心ズキズキワクワク。このノリを忘れないんですよ。で、この歌詞を見てもらったらわかるけども、世紀の歌です。陽気な歌とか。心の歌とかもうとにかくもう本当にね、ハートに火をつけてくれるこの凄ましいビート感とこの世界観、これ皆さんもね、もう生み出してください、自分で。はい、これは熱量高めに濃厚バージョンですけれども、イントロもね、なかなかすごいことになってますけれども、じっくりいきましょう。それでは早速やっていきましょう。風木静子さんの歌う曲で、今朝の連続ドラマブギウギでも話題騒然、東京ブギウギガゼレリ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デデデデンデデデデンデデデデデンデデ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 東京ブギウギガゼレリ流かっこいいバージョンやってみた。これすごいよ。中身はなかなか悶絶レベルですけど楽しい。ハマってください。これ時間かかるけれども、まさにこれ、本当にね、楽しい世界観だと思う。トライしていれば、一つずつできるようになりますから、そこを楽しみながらやってみてください。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版、ボリューム1とハンディ版、ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が、2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでここにいただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、楽譜もあるので見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさんトレーがあってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。
これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていてください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。